私が最近使ってるクッカーセットジェットボイルを超えられるかはい皆さんこんにちはじじいのアウトドアチャンネルはいねえねえねえ、はい、年取ってきてるんで、えー、もう70待ってるんでね いろいろアウトドアしててもああしんどいなあいうこともあるしあの登山なんかね山登りなんか過ぎないけどもやっぱり低く山になってきたりどうしてもね荷物が重たいとしんどいんで UL 系のね道具とかを揃えたりしてるんですけどもジェットブイルはねやっぱ使い勝手がいいのと沸騰が早いのとコンパクトやしやっぱね外すことはできないんで。 はい、はい、とはいえねやっぱね若干重たいんで同じ機能でなーんか同じようなできひんかなあいうことであのー、まあねいろんなメーカーいろんなメーカーいうかあっ,ちあっちのメーカーでね売ってることは売ってねいけどそれでもあんまり変われへんのでそれやったら自分で同じようなね感じのがなんかできひんかなあいうことであのー、シングルバーもねいくつか持ってるんでそれを利用して 何か考えようかないうことであのー、今開けたのがこれあれですわジェットボイルですわ本当これがね発売されてもう,もう何年やもうね相当なるんやけどもしょっぱいに買ったんですけどこれはすごいなあいうことではいはいいろいろもうスタッシュやったっけそれとかミニもやったっけいろいろねあのシリーズはみんな揃えたんですけども それでもやっぱいろいろ考えてみて、クッカーを利用して、それとシングルバーナーを利用して、同じような形状で湯沸かしができて、軽くできるんやったらいいので、あのー、あれですわ、アマゾンでね、いろいろ見たんで、その中からね、ちょっといろいろセットしたんですわ。あの、最初ね、えー、まずね、あのー、 エバニューの 400FD やったっけそれを買ってあこれここにつけたらジェットプールみたいなーってね思ったんが最初ですわあのー、あこんなん作ろうかい,いのがそれがねその端がこれなんですけどもまずね1つ目がトムショーの600ポットとエヴァニューの 400FD。 それがあのー、ちょっとジェットボーイズに似た感じなんでそれを考えてほんでバーナーがえー、っと外の SOD の 300S かなあのシングルバーナーいうかねこういうタイプのはこれしか持ってないんでこれが使われへんかないのでいつもねこれ使ってるんですわまああのあれ ST の310やったっけあれはね CB 管のやつはね CB 管であるんやけどもあの OD 管タイプがえこれしか持ってないんでえこれを全てに使ってるんですわそれでこういう感じにセットしてねそしたらまあまあ違和感しあのあれジェットボイルみたいにあのフラッグ フラックスリングいうのかな下のもめむちゃくちゃ、あのー、瞬間沸かしめてるやつあれになってないんでねもう初めから沸騰は遅いないうことが分かってたんですけどもそれでねアーリーエクスプレスとかアマゾンで、あのー、裏側がフラックスリングになったやつはいはいそれをねちょっと探してたらえらい結構安であったんでそれがファイヤーメイプルのポット6本 500んですわあのいつもね大体、えー、いい500ぐらいしかはいラーメンでね使うにしてもそんなもんしか沸かせへんしはいそれとついでにジェットボイルのね同じような形状をしたいんでそこに、えー、FD400 みたいなんでなんかないかな思ったらあの陸ただいうかなそれの S の450のがちょうどあって。 でサイズ的にどうのやろうまあ1回1個で1か8かはい買ったらねちょうど入るいうか1ミリぐらい大きいんかなちょっと大きいんやけどもう入ることが入ったんであとはねちょっと後ろのあのなんか後ろの方に映ってるでしょ左後ろに黒いやつあれをであれをはめて、えー、緩衝台にしてなんか円と。 えー、横一文字になったやつねあれを切って布なんですけどもあれはね燃えない布、あのよ、ー、何年素材のかなはいそれのやつをね切ってで隙間にはめたらぴったりなんでねはいはい、えー、これもねせやからあのそのオーディカン入ってバーナー入ってスプーン入ってで折りたたみの端が入ってべて入るんでね ほぼジェットボイルみたいにえみんなコンパクトに収まるんでえこれ一個さえ持っていったら早い忘れ物のじじいでも忘れないんちゃうかないうのでほんで今はめてるのはあれね450のあれですわでこれこれこれをこういう感じで隙間にはめたらぴったり入るよ はい、傷もつけいしね、えー、これやったらそやからほぼほぼこれでジェットボイルと相当なはいはい、えー、クッカーになったんちゃうかないうことであとはジェットボイルみたいに、えー、沸かす時間が短くなるかいうことでそれだけなんちゃうかなあのー、取っ手の方もねあのー、今回セットしてる方が使いやすいんでね はいそれとねあのー、まあ初めからなんか白い袋いうのねこれあれですわジュポンのタイベック皆さんねよう使ってあるやつそれがねえーえー、メルカリやったっけで1,000円ぐらいでね505メ、えータ、えー <laughs> 50メーターちゃいますよ5メーターね売ってるんでねめちゃくちゃ安いしはいやそれで袋を作ってえー、っとこういう感じに、ね、作ったクッカーのセットを はいまあね袋は余命に作ってもうたんやけどもえー、っと折り畳みの端、はい、これね皮膚器棒模1本持ってたんと1本1本買い足してあのー、横に入れるよりもやっぱ中に入った方がええんちゃうかないうことではいはい作ってみました。えー、こういうい感じにね 伸び縮みするやつででいらん部分を切ってあの百均のパイプカッター犬かなはいそれで切ってそれと百均の端やったかなそれか他のやつだったかなさっきちょっとだけねあのー、このままでこれ折り畳みの端として百均で打ったらええんちゃうかな思うんやけど。 こんな感じにねあの簡単に大物、えー、とこで切れるんでねはいはい。で長さ調整してあとはあのこういう感じに、えー、っとボルトとナットを、えー、っとつなぎ目に入れてはいはいこんな感じですわ。で端にもなるし伸ばしたら菜箸にもなるし。 であのクッカーの中にもちゃんと収まるしいうことで,でついでにあの袋も余ったタイベックではいはい作ったんですけどもえー、っとねそれで残りが 4m 弱かなあの寝軍のテントがね2個あるんでそれの底に引くんやったらやっぱり 4m ぐらい残しとかなあかんないうことで。 はい、はい、4名ってぐらい残してるんですけどもあのー、それでもねまだちょっと残ってたんで嫁はあ4名は「酒はい一、はい、つ作るわ」言うとったんでね何やって,よかっ,てよかったら俺のも作ってくれみたいな <laughs> はい、はい、まあね4名は残しとけんかったらあかんしねあとはどのようなるか分からへんねんけども。 はいそれとね一応いろんなものをセットしたんで、えー、今回はジェットボイル入れて3種類のやつねクッカーセット、えー、バーナーセットっていうのかなちょっと測ってみたらこんな感じになりました一応ね OD 缶の方はあの容量がねあの、えー、みんな残ってる残量が違うんでね見方が変わる思うんで省いてますえー、っとねジェットボイルが341.5 バーナーだけ入ってるのかなでこのファイヤーメープルが 293.548g ぐらいの差かなでこのトムショやったかなそれが 242.599g あの底のフラックスリングそれがない部分やっぱね だい,ぶ軽いい軽う感じですねあのジェットボイルはねあの黒い樹脂の部分あのバーナーのあれが結構重たいようそういう感じですね。はいそれじゃあね最終的に、えー、バーナーの,あの湯沸かし時間とかねするんですけどもその前に、えー、今回ちょっとねあの改造もしてるんですわ。 この,あの外の SOD の 300S この放射状に3本の,あの3本の五徳がちょっとねあのあの折りたたみやすいようにえ斜めからはいはい出てるんですけどもこれをセンターを向いて3方向に五徳ととが出てないとあのファイアーメープルの底の 切り込みに入らなほんで,すわ、うん、でネジで裏から止めてやるんでそこを緩めて移動さそうかな思ったんやけどもうちょっとねなんかいろいろ表側にも干渉してる部分があったんで裏緩めるだけじゃちょっとあかんのかな思ってそれやったらねあのすぐ曲がるんでほらねあのセンターを向いて3方向にね はい、ごとくを移動させましたわ。わで、これで底がね。ほらこんな感じであつられたようにもうこれ用ですわ。もうね。あのー、結局、こういう風にちょっと方向を、えー、変えたことで、なんか問題があることはあるんですけども。折りたたんだ時のあのー、隙間がちょっと横に広がるんでね。 はい、専用のね外の袋に入ることは入るんですけどちょっとえー、っと6ミリか7ミリちょっとねあの、はい、これがねこの五徳が横に広がるあここねここがちょっと内側に入らないただそれだけですわはいそれだけだったらねあのこんな細かいとこしょっちゅう入れ,入れへんねんから 今回はね自分,自分のために入れただけやからねあのバーナー自体の性能には全然関係ないしいがめただけやしはいえー、っとはいはいまあねまああのー、ま既製品をこう言っていがめたりするのはね、はい、各自自己責任でやってもらえんかったらじじがやってたで言わんといて下さいよ。<laughs> <laughs> あの外からは <laughs> 怒られるかもしれないしねはいそんなんでねえー、っとジェットボイルとえー、っとファイヤーメープル、はい、フラッグスリングのついたやつねえー、っとね水はえー、っと500500入ってます両方ともどれぐらいであのねあのー 1>, 1分2分切ったらいいんちゃうかなということで上から見たらねこんな感じですわほらほぼ一緒ほぼ一緒いうかひょっとしたらファイヤーメイプルはい、はい、そんな感じでほぼ一緒ですわ ほぼ石やったらあの全然ね問題なく使えるしで軽いしこっちの方がこれから出番が多くなるんちゃうかないうことでほんであと一つのやつはねやっぱね2分半ぐらいかかりましたわ3つ作ったうちのねはいはい、えー、トムシやったっけあれの方はね2分半ぐらいかかってるんでまあ普通のやつと一緒ですわはいこの真ん中のやつはね 今回ね使ってるやつ、えー、ファイアメープルにしても、えーえー、トムショーにしてもアリクサダにしてもみんなねアマゾンで売ってるんでな,なんかね今むちゃくちゃ安い2000何本とか3000何本やしねはいはいリンク貼ってますそれとあのー、このバーナーセットそれに合うようにえー、っとねミニリフターのかなポットリフターのやつそれもねちょっと作ったんですわ はいはい、次回は、あ、次回はビーバル居酒屋やから、それの次ぐらいにね、アップするんでね、はい、はい、楽しみにね、待っててください。最後までご視聴ありがとうございました。よければ、グッドボタン、グッドボタン、グッドボタンね、それと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイアンダーバー70、ジジイは74歳。 声枯れてます。おきにおやすみ。